はい、今回は、ブラインダータトゥーラッピングシートのこれプロテクションですね。この前フェンダー貼って、この、まあ、今外してるフードモールとか貼ったんですけど、今回この30のアルファードのボンネットに実際にこれを貼っていこうと思います。でこれエアレスタイプの、グラインダーのシートになります。でこれもともとプロテクションタイプのフィルムになります。だから結構飛び石とかも軽減できるんで、ほんでアルファードのこの30のアルファードのボンネットの場合、このグラインダーの柄を縦に入れる場合はボンネットのサイズがね、こう縦でこの一番長いところからこの先まで、で、まあ、こうちょっと落ち込んでる部分もあるんで、だいたい60-65センチ、まあ、60センチぐらいでギリいけると思います。で横が、まあ、ちょっと多めに見て、1メーター70ぐらいですね。でそれを半分でいくんで、このシートで言ったらもともと横幅が120センチなんで、まあ、120の、まあ、シートを買ってもらったらちょうど60センチ切ってもって真っ二つにするとギリアルファード貼れます。で、まあ、縦の柄なんで今回これを2枚貼りします。こっちに貼ってこっちに貼って、で今これマスキングで今センターライン取ってます。でボンネットはちょっと洗剤で軽く洗ってます。まあ足付けも何もなしで、で実際に今からこれを貼っていきます。結構貼りやすいんで、実際にちょっと貼るところをやっていきます。はい、とりあえず、ちょっと余分な分カットして、大きさちょっと整えました。で今から、とりあえず半分をさっき貼っていきます。で貼っていくときに、全部めくらないでこの裏側のシートですね、ちょっとずつめくっていきます。でまずこの位置を合わせます。で、大体位置決めたら、
ちょっと引っ張りながら、こう、
次は反対側を貼っていきます。はい、はい、ある程度貼りました。ある程度貼ったらまあまあ、貼りやすいんで、ちょっとある一通り貼ってから、こういうところね、この R こういうところ、ちょっとぬくめて、でこうちょっと伸ばしながら貼り込んでください。で一通り貼ったら全体的にぬくめてちょっと押さえ込んでいきます。
お、細いのが綺麗。もういいよ。もうございます。